ジャクサ通りジャカルタにおける、イチジャランジャクサあるいはジャクサ通りは、インドネシアの首都ジャカルタ中心部にある通りの名前。長さは、およそ400メートルで、通り沿いにはバックパッカー向けのゲストハウスや安宿が多くある。モナス、ガンビール駅、国立博物館から南へ、約1キロの場所に位置している。名前の由来は、オランダ植民地時代に遡る。 ジャカルタ法律学校の学生が勉学のためにこの通りに滞在していたため、この通りは公式にジャクサ通りとして知られるようになった。ジャクサとはインドネシア語で賢治の意味である。1960年代に国際ユースホステル連盟 EN ハースタリングインターナショナルを通じてバックパッカーの間で国際的によく知られるようになった。 1968年、インドネシアユースホステル連盟の会長であった、ナタナイル・ローラた氏が、自宅をホテルに改装し、宿泊施設、ウィズマ・ディリーマをオープンさせた。このホテルは、ジャクサ通りで、最初のホテルであっただけでなく、当時、国際ユースホステル連盟のリストに載っていた、唯一のジャカルタのホテルであった。その後通りには、多くのホステルが建てられ、 ロンリープラネットなどの人気のある旅行書や書物に登場するようになった。ジャカルタの観光局によると、1993年に、ジャクサ通り周辺に宿泊した旅行者は57,201人であり、内訳は29,676人のヨーロッパ人、9,309人のオーストラリア人、4,215人のアメリカ人、649人のアフリカ人などであった。 ここに滞在する旅行者の平均滞在日数は約3日間であった。ありがとうございます。